でも答えます。ノーコメントっていうことは僕たちはないです。絶対必ず答えますので何でも聞いてください。はい、どうぞ原君。あ、じゃあ好きな音楽のジャンルは。はい、どうぞ。はい、僕はブラックミュージックか。ブラックミュージックか。スティービーワンダーとか好きです。あ、好きです。ああ、スティービーワンダーは僕も聞いてましたよ昔。あのベストアルバムはそういうのマスク持ってるんですよ。あ、ただ詳しくはないですけどね。はい、僕もそんな感じです。最近の曲はよくわかんないですけど、よくわかんないからあのジャズが好きで、その最近やったらその、ね、Amazon プライムで無料で聴けるでしょ。わかんないからジャズを流しながら聴いてますね、移動中から聴いてるんで。私は逆に向こうの音楽全然わかんなくて、うん、普通にミスチルとか、あ、スーパーフライとか、あ、そういう感じです。わかりました。知ってる？あの、はい、聞いたことはあります。それ知らんっていうね。いや、そのなんか有名な曲あるじゃないですか、結婚式の。あ、そうなんや。はい、知ってるね。え、まあ、ついてますよ。あ、はい、他に質問ないですか？どうぞ加藤さん。はい、はい、3人とも結婚されてると思うんですが、プロポーズの言葉は何と。おお、じゃあ店長の方が。店長は一番歴長いですよね、結婚歴。13年目ですね。あ、どう。何だったかな。いや、普通に結婚しようって言ったような気がします。あ、どんなシチュエーションで。初詣かな。はい、いや僕も同じ感じですね。特にそのかっこいい感じはないですね。普通にそろそろ結婚しようかみたいな感じですね。多分あの買い物しながら言ったと思います。スーパーのお肉売り場の前で言ったんちゃうかな。いや、ほんまそうですよ。普通に買い物しながらそろそろ結婚しようかっつって。そうなんですね。はい、僕もはい。なんて言ったんですか。なんて言った。普通ですよ。普通って何ですか。普通のごくごく結婚。うん。小さいですよ。はい。はい。どうですか。あ、多分あのストレスとか多分たまると思うんですけど、あの動画ではそんなに見えないんですけど、あのストレス発散とかどういうふうにしてますか。私胃にポリープできましたからね。4つもできちゃったんで。え、やっぱあれストレスなの。できてストレスじゃないですかね。いや違います。思い当たるストレスって何なんですか。いや、もうやっぱりこう、カブソの気持ち。僕ポリープできてない。まあ、冗談はされた時。やっぱこうね、数字とか気になるんで。うん、いや、今までそういうことなかったんですけどね。ストレス強かったんですけど。で、解消法って聞きますね。解消法は、何ですかね、うん、もう好きなものを食べて。うん、ありがとうございます。好きなもの食べる、食べることです。ああ、こうなっちゃいました。結果ね、結果なっちゃいました。10キロぐらい太りましたね。太ってますよね。はい、僕の解消法か。僕は走ることですね。運動することですね。そうですね、ストレスっていうかね、それまあストレスはあるんでしょうけど、あんまり自覚はないんだけども、体がこうだるく重くで何も考えなく思考が停止するような感覚があるんです、たまにね。それは多分ストレスであったり疲れだったりするんですけど、そうなったら僕は走りに行きますね。走って汗かいたらなんかさっぱりするっていうか、スッキリするっていうか。で、あとはそれでもスッキリせへんかったらキムテンにぶち当たるっていう。それか。いや、冗談ですよ。
本気にするよみんな。嘘ですよ。僕も一緒です。筋トレと、うん、とにかく走ります、ね、うん、筋トレ、うん、あとは、うん、あと喫茶店に一人で行くとか。あ、わかるわ。なんかで、なんかこう本読むとかそういうことはしますね。あの喫茶店ってさ、その行きつけを俺見つけたいの。あ、僕見つけました。見つけた。その個人店がやってるようなとこよ。そのコメダコーヒーとかじゃなくて、個人店マスターがおって、ヒゲづらのマスターがこだわりのコーヒーを引いてるみたいなね。そんなとこ見つけたいんですよ。あ、いいですね。そこでゆっくりしたいわ、コーヒーだから。いや、コメダコーヒーさんも美味しいですけど、利用させてもらってますからね。コメダコーヒーさんも好きなんですけど、そういう隠れ家的なとこ見つけたら分かるわ。はい、すいません。あ、もう僕じゃないですか。はい、他ないですか。嫁さんシリーズで最近喧嘩したこと。お、喧嘩したこと、何が原因で喧嘩。喧嘩、え、なんかあるかな。それはすごいですよね、それでね。まあ、次に行きましょうか、僕も。はい、うん。昔はよくしましたけどね、最近してないんですね。なんか、僕の性格分かってくれてても、僕は勝手にはいはいみたいに引いていってくれるんでしょうね。うん、でもほんまにそう、最近僕も思い当たるような喧嘩ってあんまないかな。どうぞ。いや、ない、うん、そんな、彼女のルールに何か僕が触れたらちょっと怒られるくらいです。ルール？はい。どんなルールですか？例えば犬の散歩のちょっと、うん、犬が家の中でおしっこしちゃったりしたらちょっと怒られる。犬が喋り怒られるの。そのちょっと多く寝すぎて、その犬が散歩する、そうそう、入っていく、でも昔は喧嘩しませんでした？若い頃は。しましたね。大きな喧嘩は僕も 2,3 回はあるんですよ。それはもうだいぶ前ですけどね。子供できる前なんかは特に喧嘩して、うん、で子供が小さい時も何回か大きい喧嘩して、僕も怒鳴ったことがありますよね。記憶がありますけど、お互い怒鳴り合ったみたいなね。最近はないですね。あります。昔を考えたらね。はい、ありますね。ね、うん、はい、会社の終わりに、うん、今飲みに行って、うん、今まあ連絡しないで、これから帰るみたいなのを12時ぐらいにしたら、なんで連絡しないんだって切れられて、3日ぐらい口聞いてもらえませんでしたね。あるやん、エピソード。昔ですからね。あるか、うん、で、私も行きたかった。行きたいっていうか、そういうあの、ね、子供の発散とかもあるんで、そっちはそっちでやっぱり行きたい、あんたあんたで言ってるみたいなのがありましたけどね、うん、僕は東京来るたびに飲み行ってますけど、大丈夫ですか？ちゃんと連絡してますか？大丈夫です。ですか？昨日忘れちゃったんですけど。あかんやん。はい、次何ですか？何でもいいですよ。お母さんはもう別の世界に行きますね。別の世界に行って。何ですか？この仕事を始めようと思ったきっかけというか、理由は、この仕事を選んだ理由。これは、僕はインドに行って、はい、
この仕事にやろうと思ったんですよ。人の役に、この仕事だ、この仕事、こういう人の役に立てる仕事がしたいって思って、直感的にこの体一つで誰かの役に立てることっていうのが、最初整体師っていうのが頭にピンってきて、その直感で来ました。あ、いくつの時に、28、7か8の時です。はい、それまでは普通にサラリーマン、サラリーマンです。あ、サラリーマン、はい、インドに行かれて、いや、営業しました。はい、あ、あ、インドで営業した。いや、インドじゃないです。あの、日本、日本、はい、インドは旅行で、旅行するとこじゃないですか。あ、そうですね。はい、もう本当バックパッカー。そうですね、そういうので行って、で、そこで出会った。そうですね。あ、え、インドは何で行こう。インド、なんかみんなが行きたがらない国じゃないですか。絶対が、そう、まあ、そうかな、そう、行こうと思わない国に行ってみたかったんですよ。あ、インドって結構なんとなく憧れてないです。なんか両極端に分かれるんですよ。すごい、もう二度と行かないっていうのと、また行きたい、うんうん、あ、それでニーニーサンパウロっていうのと、あ、それはあの別なんですか、代表が違うんですか、ブラジル人に行けるって。ああ、そういうことで、ミドルネームです。ミドルネームですか。あ、ニーニーサンパウロの由来を教えましょうか。はい、あのブラジル代表、サッカーの代表のロナウド選手に似てるじゃないですか。あ、昔のロナウドさんにね。はい、そこから、かそブラジルだよね、ブラジルといえばサンパウロだよねってなって、ニーニーサンパウロになった。ああ、サンパウロ、サンパウロって、サンちゃんって言ってたんですよね。はい、次、僕ね、このきっかけ、仕事のきっかけ、僕は、この仕事、始めたのが27歳だったと思うんですよ。で、大学卒業して、26歳ぐらいまで東京でブラブラしてたんですよね。職を転々としてて、どれも長続きせずやってたんですね。で、奈良帰って、その街歩いてたら、こういうね、マッサージ、施術、ほぐしでお金もらえんねやと思って、まあ、多分走りやったんですよ。その始まった時やったと思うんですよね、そのこの業界が。で、それで、これやったら俺できるかもっていう安易な考えからですね。僕あの高校、大学と体育学部だったんで、高校は普通科ですけど、大学は体育学部、体育学科で、やっぱ運動してたら、そのマッサージとか、そういう体のことはやっぱ学ぶし、やってたんですよね。だからこうやったらちょっと自信あるなってなって、やってみたら、重くそハマったっていうね、うん、それはきっかけですね。はい、私は、もともとすごい凝り性って凝る方で、すごいこうやって通い詰めてたんですよ。毎週毎週休みのたびに行ってたんですけど、やっぱそのすごい上手い下手ってはっきりするじゃないですか。でもほとんどの人がもう聞かないんですよ。無駄なお金と時間使っちゃったなみたいな、うん、かといってすごい、わあすげえ上手かったな今日っていうのあったんで、まあそこですごい興味を持ったんですよね。指一本、手一本で、そんだけ差が出る世界って面白いなと思って、やっぱその私もその時全然違う仕事してたんですけど、レストランで働いてたんで、レストランって要はサービスする人、料理作る人、いろんなこうね、人間が携わって結果でもらえる仕事だったんで、でまあね、自分一人でそういう結果が出るっていうのがすごい面白そうだなっていうのはもともとあったんですね。で、40歳を前にして、いやその仕事を14年ぐらい続けてて、この先もこれでいいのかなって、まあ、思ってた時に、思い切って転職しようって
あのもう60になってもその先でも手に職つけてれば、うん、食いっぱぐれないかなっていうのもあったんで、でこの仕事をでやっぱそのずっと思ってたんで面白いなっていう延長線上というか、うん、なんか面白いながらやってみたいな働きたいなっていう感じになりましたっていう感じです。 ありがとうございます。じゃあ前、昔苦手だった部位得意だった部位で今苦手な部位得意な部位。おお、じゃあ僕からいきましょうか。昔得意やった部位っていうのは、昔はねチェアやったんですよ。クイックマッサージ10分1000円、チェア式の座ってこういう感じで顔当ててね、で後ろからガンガン押せるんで、やっぱその肩甲骨の内側から背中から腰ですよね、もう体重かけて力押して、僕力押しはすごい得意やったんで、それで結果壊したんですけど、それはずっと得意やってました。であと不得意なところか腕足、とかかな。あの時はまあ全然何も知らなかったからね、細かいところはとにかく不得意でした。で今は得意なところは、まあ、得意っていうか全部できるんで得意ですね。でその中でも特にどこって言われたら首が得意です。首腰が得意ですね。はい、僕は苦手なところはやっぱ腕ですね。腕が結構難しいですね。昔の得意なところはふくらはぎでしたね。でも今このガチガチ専門店で働くようになって首と肩が一番やってて好きですね。でやっぱそこが得意になってると思います。私は昔は肩とかは得意でしたね。まあ、腰周りなんかはあのどうしても面反り指だとなんかこう硬かったりすると圧がやっぱり入りにくかったんで苦手だったのと、あとオイルとかクリームを使った手技がすごい苦手でした。あのこう、ね、実際に垂直圧でこう効かすっていうんじゃなくて圧を入れながら滑らせて効かすっていうのが全然できなくて、足つぼも苦手だったし、あの全身のオイルとかもどうやったら力入るのってすごい疑問に思って、教わってもやっぱできなくてっていう感じでしたね。今はでもこの講座を習ってから首はすごい得意というか、まあ、あの自分でもすごい効かせてる感があるし、お客さんの反応もすごい良かったし良くなったし、首肩ですかね。うん、